てくれる、みんなポシャケ飲んだりする、雑談とか夜とか来てくれる、お話してくれるのに、もっとさ、ルシアと仲良くなってなってなって、なんでな、なんか最近みんな、みんなさっきなんか愛を感じないんだけど、みんな本当に、いや、あ、感じてる、感じてるんだけど、いや、感じてるんだけど、なんかね、壁を感じる、メンヘラ女って。いや、メンヘラ可愛くない？みんな。結構ね、見た目ね、メンヘラっぽくない人がメンヘラだったりするからね。ルシアはメンヘラで怖いっていうか、もっと怖いのいるよ。それは一番怖いのは、隠してるメンヘラが一番怖いからね。白髪のライブ行かなきゃ。ポケカ開封したら、うるさりようなってないんだ。所詮は、うるさは、ポケカ開封女なの。ごめん。え？なんで謝るの？謝るってことはさ、そういうことじゃないの？で、ポケカ開封女ってごめんみたいな？エモい BGM で面白い。何言ってんの？何言ってんの？本気でやってんの？そろそろルシアの配信見に行くね？いや、ここだよ？俺、船長が忘れられないんだ。誰や、その船長って女！その女のどこがいい？ルシアはこんなに、こんなにさ、こんなに好きって言ってんのに！どこがいいの？あなたの身近な人。よく知ってるわ。まあいい女だよな。なんでルシアのこと好きになってくれないの？本当にわけがわかんない。清楚じゃん、ルシア。下ネタ言わないじゃん。マリンみたいに。マリン自分で言わないじゃん。なんでなの？なんだルシア、かわいい。え？ほんと？それは嬉しいな。清楚かな。清楚、清楚だよ。たださ、叫んでるだけ。今、お口は悪いかもしれないけどさ。わかったよ、わかった、わかった。でも、お口悪いの直すから。え、それじゃダメ？ねえ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 、いい子にしたら、じゃあ、いい子にしたらさ、あれなの？いいの？口悪い先生。新しすぎない、ジャンル的に。初見だけど、切り抜きで見た清楚な方はどこへ？え、どんな清楚見たんだ？めんどくせえ。なんでそんなこと言うの？でもさ、君さ、めんどくせえ女って言うけどさ、推しちゃんがこういうことしたら可愛い可愛いって言うんでしょ？ねえ。ねえ、ルシアだからどうせめんどくさい女だって思ってそうやって言ってるんでしょ？めんどくせえ女って言っとけばいいと思ってんでしょね？違う？その推しの女ともどもを、プロデュースしてやろうか？一緒で、天国に送ってやろうか。あ、やばいやばい。これ、嘘です。嘘です。ごめんなさい。ああ、もうこういうこと言うから、こういうこと言うからだ。ああ。めんどくさい女、ぐらいの方が可愛くない？ねえ。急に自分を肯定し始め、もう急にもう苦しくなってきて、肯定し始めたら、もう誰もさ、なんか言ってくんないから、もう自分で自分を守り始めたんだけどね。ねえ。